の主人公はこの人、東北岩手県が生んだ作家、宮沢賢治さんです。雨にも負けず風にも負けずっていう有名な詩、皆さん知ってるでしょ。あの詩を書いたのが宮沢賢治さんね。詩だけでなく、他にも星の世界を旅する銀河鉄道の夜や、動物たちがいっぱい出てくるセロ引きのゴーシュ、風の又三郎など、ふるさと岩手を舞台に夢あふれる童話をたくさん書いた人なんです。今も多くの人々から愛されている美しい詩や童話がどんな風に生まれたのか、さあ今日は宮沢賢治さんのお話です。お姉ちゃん疲れたよ。どうしよう、道に迷ったみたい。お腹が空いたよ。あ、こんなところに家がある。助かったわ。注文の多い料理店、ワイルドキャットハウス山猫軒。ね、入ってみよう。こんにちは。こんにちは。誰かいませんか。変ね。あ、なんか書いてある。どうかコートと靴をお取りください。誰かいるのかしら。来たな。来た来た来た。うまそうな女の子たちだ。いただきます。キャー。おーい、マディーマディーマディー。待ってきて待ってきて。何なのよ、もう一体一体誰なの。あなたは誰なの。オラを知らねえのか。オラはな、レストラン山猫犬の店長、山猫様だじゃ。もうびっくりしたんだから、いきなり脅かさないでちょうだい。ああ悪かったよ、ごめんしてきて。でもどうして私たちを追いかけてきたの。なに、今日は宮沢賢治先生のお話って言うんじゃねえの。やもたでもたまらなくなってな。は、賢治先生が書いた童話、注文の多い料理店ってあれね、あれはオラの店がモデルなのっす。まあそれで今日わざわざ来てくれたのね。んだ、ヒカルちゃんたち人間の世界でも賢治先生のファンは多いようだけど、オラたち山で暮らす者の間ではナンバーワンの人気作家だぜ。それでは早速年表を見てみましょう。あらよっと。宮沢賢治さんはおよそ100年前、1896年に生まれて1933年に亡くなりました。37年という短い人生だったのね。だ、ただも短い間にたくさんの詩や童話を残したんだから、やっぱり大した作家だな。え、それでは宮沢賢治さんの少年時代、どんなもんだったんでしょうか。Now let's go back to 1896. イーハトーブ？何なのこれ？イーハトーブってのは、賢治先生がオラたちが住む岩手県につけてくれた名前っ子さ。へえ。賢治先生は岩手県の盛岡のことを盛井よ、宮城県の仙台のことを仙ダードなんて名付けたのっす。先生は言葉作りの天才だったんだな。や、ここは岩手県のほぼ真ん中にある花巻市。賢治さん風に言うとハーブキや。賢治さんの生まれ故郷ね。1896年明治29年8月27日宮沢賢治さんは5人兄弟の長男として生まれました。家は大きな古着屋と質屋をやっていて、花巻でも指折りの資産家です。お父さんの政次郎さんは仕事以外にも文学や宗教に詳しく、家にはたくさんの本がありました。お母さんの一さんは明るくユーモアがり、賢治さんたち5人の子供を心から愛する優しい人でした。ところでひかるちゃん、賢治先生の生まれた東北地方というのは気候の大変厳しいところでな。はしょっちゅう冷害や干ばつによる飢饉に苦しんでたんだ。
賢治先生のふるさと岩手県にもあちこちにこうした飢饉供養塔というのがある。昔から飢饉のためにたくさんの人たちが亡くなってきたのさ。貧しい農家が食べていくためには娘さんの身売りをしなければならないような悲しい出来事がいつもあったんだ。賢治さんの家はお金持ちの質屋でした。暮らしに困ったお百姓さんたちが毎日いろいろなものを持ってお金を借りにやってきました。普段の年でも家族が食べていくのがやっとこさなのに、一度例外で協賛にでもなれば大変なのっす。貧しいお百姓さんたちは銭っこ借りるために大切にしていた家財道具や投げなしの着物など持ってきたんだな。賢治さんは柱の陰からこのやり取りをじっと見ていました。いくら商売とはいえ、貧しい人々の苦しみによって生活しなければならない辛さが賢治さんの幼い心に焼き付いたのです。賢治さんは6歳で花巻川口尋常高等小学校に入学します。物静かながらとても好奇心の強い子供でした。賢治先生はこの頃ちょこっと変わった趣味に凝ってたのさ。暇さえあれば妹を連れて近くの豊沢川に出かけて河原の石子を集めるんだ。少しでも珍しい石子を見つけるとせっせと宇治に持ってけった。家族のみんなから賢治先生は石子検査と呼ばれてたのさ。この頃の賢治さんに最も大きな影響を与えた人が担任の八木栄三先生です。八木先生はよく生徒たちに物語を読んで聞かせました。賢治さんは先生の話してくれるお話の世界に心を吸い寄せられ、まるで夢でも見るようにじっと聞き入りました。八木先生はまた子供たちをよく豊沢川の河原に連れ出しました。石というのは本当に面白いものなんだよ。一つ一つの石の名前が分かれば、この石たちのことを物語にして君たちに話して聞かせることができるんだがね。八木先生との出会いは物語好きの賢治さんの心を豊かに育て、後に賢治さんが童話を書くきっかけともなりました。明治42年、賢治さんは12歳で盛岡中学校に進学します。当時はほとんどの子供が小学校を出ると家の仕事を手伝ったり出っち奉公に出た時代でした。でも賢治さんはとても成績が良かったんで、お父さんが特別に許してくれたんです。盛岡でも休日になると石子賢さんは大活躍。南部富士と呼ばれる岩手山など近くの山々に出張っては岩石の採集を始めたのっす。賢治先生の寄宿舎の机や押し入れは岩石の標本でいっぱいだったっつよ。こうした岩手の豊かな大自然の中で出会った山や川、風や雲、いろいろな生き物たちが後の賢治さんの童話の主人公となっていくんです。オラが山道で賢治先生を初めて見たのもこの頃だったな。先生は自然のわらすそのものだったじゃ。こんなこともあったっけよ。友達と一緒に山へ出かけた時のことっす。漆にも負けず。漆の木だ、気をつけろ、かぶれるぞ。平気さ、僕は絶対漆なんかには負けないよ。賢治先生と来たら漆の汁を顔中に塗りたくったんだな。ああ、大丈夫？大丈夫なわけねえがい。次の日、顔は真っ赤にふぐれ上がってしまったのさ。だどもここからが賢治先生の偉いところっす。賢治、カニをすりつぶして塗ると腫れが引くそうだからやってみよっか。いやだ、カニがかわいそうだ。先生は優しい心の持ち主だ。自然に治るまでじっと我慢したのっす。それにしても随分無鉄砲のことしたのね。んだ、賢治先生は少し投げやりになっていたらしい。他の同級生は上の学校へ行けるのに、自分は卒業したら気の進まない静屋の後継ぎだえ。それが分かっていたからやけを起こしたのね。ではその後の賢治さん一体どうなったんでしょうか。 Now let's continue。
17歳で盛岡中学校を卒業した賢治さんは花巻に帰り、家業の質屋を手伝うことになりました。しかし上の学校に進んでいった友達のことを思い出すと気持ちが真っ暗になりました。それに生まれつき心が優しいために店の番をしていても質屋という商売に全く向かないのです。だったな、貧しい身なりのお百姓さんが来るといっつも何倍もの銭っこ貸してしまう。それに動かない時計を持ってきても銭っこ貸してあげたり、あげくは手ぶらで来た人にも貸してあげたんだ。中には先生が店番している時を見計らって来た人もいるって話だけよ。そんな賢治さんに大きな出会いが訪れます。ある日お父さんが持っていた仏教の本を読んで、賢治さんは体の震えが止まらないほど激しい感動を覚えました。その本の名は緩和大正妙法蓮華経、法華経というお経の本です。法華経というお経は世界の苦しみを自分の苦しみとし、一人一人がお互いの幸せのためにできる限りの努力を尽くして生きなければならないことを教えたものです。それはこの世にある生きとし生けるものの幸せを願う信仰でした。賢治さんはこの法華経を通して他の人の幸せのために全力で生き抜くことが人間の生きる道なんだとこの時しっかり感じたのね。んだ、賢治先生はオラたち動物の命も人間の命もみんな仏様が与えてくださったもので、どちらも同じように尊いものである。その命は一つ一つが鎖のように互いに結び合っていると信じていなさったんだよ。法華経は先生のその後の人生に大きな影響を与え続けたんだね。ところで賢治さんに商売は向かないと考えたお父さんはついに進学を許すことにしました。賢治さんは大喜び、猛烈な受験勉強をして大正4年18歳の時、盛岡高等農林学校に首席で合格しました。賢治さんの学んだ農学科は東北の人々を苦しめてきた冷害や凶作を乗り越えるための研究をしていました。賢治さんは地質学、土壌学、肥料学など土と石の学問を学び、ずっと首席で過ごしました。3年間の勉強を終わった賢治さんはそのまま研究生として学校に残り、ふるさとの地質調査を続けました。小さい頃から抱いていた石への興味がこの時学問として花開いたのです。ふるさとの土の性質を詳しく調べたことは後で農民のために全力を尽くす先生の仕事にものすげえ役に立ったんだ。ところでひかるちゃん、ほら見てけで、はあ、綺麗、白い花火みたい。これは科学実験の一つなのす。賢治先生はこの頃こうした科学実験の虜になっていたのせ。綺麗だね。先生はな、はこの美しさに魅せられただけでなく、こうした科学変化の中に人生の意味を考えていたんだろうね。このように世の中のものは何かのきっかけがあれば変わっていく。人間だって同じで日々刻々良い道へ向かって自分を変えていくことができる。いや、変えていかなくちゃならね。賢治先生は科学実験をやりながら人間の生き方を考えていたんだな。大正9年、研究科を卒業した賢治さんは花巻の実家に戻りました。この頃から賢治さんはお父さんと激しく言い争うようになります。先生はお父さんとは信じる宗教も違っていた。おまけに先生は質屋という家業に本当に馴染まなかったのさ。先生は商売買いをしようと頼んだんだけど、その願いは聞き入られなかった。その冬、賢治さんは突然夜行列車に飛び乗って東京へ家出をしてしまいます。お父さんを説得できない絶望から東京へ出て自分が信じる宗教を広めようと思ったのです。24歳の時のことでした。上京した賢治先生は
ある法華経の団体を訪ねたのっす。そしてそこで先生は自分が得意とする方法で教えを広めればよいと聞いて、はだっと思った。そうだ、僕は文章を書くのが好きだ。文学があるってな。は、ケンジさんは昼は印刷屋でアルバイト、夜は童話を書くという生活を始めました。世界中が幸せにならなければ自分も幸せとは言えない。それに人間だけが偉いのではない。命のあるものは皆兄弟なんだ。ケンジさんはまるで水を得た魚のように考えていた理想の世界を思う存分童話に書き綴りました。1ヶ月で原稿用紙3000枚、1日100枚も書いたんだつよ。すごいスピードね。ヒカルちゃん、実はケンジ先生は一生独身を通したんだけど、自分には結婚よりも他にしなければならないことがいっぱいあると思っていたんだ。子供を作る代わりに童話を書いたんだと言っておられたんだな。そうだったのか。毎晩毎晩童話を書き続けた。何でもしまいには原稿の中から字が一字一字飛び出してきて、先生にぴょんこぴょん大辞儀したそうだね。よ、どうしたの、レナちゃん。はい、うん、お前じゃあ大切に扱ってくださいよ、ヒカルちゃん。その中にはケンジ先生の童話の原稿が山のように入ってるんだから。実は妹さんが病気で倒れてね、ケンジさんは急いで東京から花巻へ帰るんだけど、その時このトランクの中に原稿がぎっしり詰まってたそうだよ。すごい。ところで一つ、ケンジ先生の童話を聞いてみるすか。わあ、楽しみ。それでは童話の始まり始まり。なめとこ山の熊。なめとこ山は熊がいっぱいいる大きな山でした。小十郎はこの山の熊打ちの漁師でした。小十郎は本当は熊を憎んではいなかったのです。でも耕す畑もなく、仕方なしに熊を撃って暮らしていました。ある年の夏のこと、いつものように山に入ると大きな熊が現れました。その熊は鉄砲を構える小十郎に向かってこう言いました。もう2年ばかり待ってくれ。俺にはし残したことがある。2年待ってくれたら、その時にはお前の家の前でちゃんと死んでいてやるから。それからちょうど2年目、強い風が吹き荒れたある朝、小十郎の家の前で見覚えのある熊が死んでいました。2年の間待ってくれと頼んだあの熊が約束を守ったのです。さて、月日は流れ、1月のある朝、小十郎は大きな熊に会いました。鉄砲を撃っても当たりません。あっという間に熊はやってきて、小十郎を殺してしまいました。小十郎は死んでいくとき、おお、小十郎、お前を殺すつもりはなかった。という熊の声を聞いたように思いました。小十郎も、熊どもよ、これまでのことは許せよとつぶやいて死んだのです。それから3日目の晩のことでした。月明かりの中に雪の上で横たわる小十郎の冷たい体がありました。そしてその周りには熊たちが小十郎の死を悲しむように、いつまでもいつまでもじっと雪の上にひれ伏していました。ほら、この話を聞くといつも胸子がジーンとしてしまうんだ。
心が洗われるようないいお話ね。熊も小十郎が好きだったし、小十郎だって別に熊が憎かったわけでね。だども、お互い生きていくためには命を奪わなきゃいけないこともある。そんなどうしようもない悲しさに賢治先生は胸を痛めてたのさ。主人公の意外なこぼれ話や内緒話を紹介するダッシングシークレットのコーナー、宮沢賢治一つ目のシークレットはこれだ。クラシックレコード。賢治は大のクラシックレコードファン。二十歳の頃からベートーベンの運命や田園などどんどん買い込んで、東京のレコード会社から感謝状を贈られたこともあるんだ。その上自分で作詞や作曲もして歌を作っているし、音楽は本当に好きだったんだね。シークレットその2、幻想的な絵。賢治は絵も面白いぞ。これはお日様と山。こんな変わったのもあるよ。未だに何を描いたのかわからないんだって。そしてこいつは最高。月夜の電信柱という童話を絵にしたんだ。真夜中に電信柱が一人でに行進を始めちゃうんだって。賢治は音楽や絵も好きな多彩な人だったんだね。ダンシングライフストーリー。トランクいっぱいの原稿とともに花巻に帰ってきた賢治さんは、できたばかりの花巻農学校の先生として迎えられました。賢治さんは専門の農業や科学だけでなく、英語や数学などいろいろなことを教えました。この時代の先生は生涯の中で最も幸せな時だったんだぜ。教え方もとってもユニークだったのさ。国語の時間。みんな飽きてきたようですね。先生が書いた風の又三郎を読んであげましょう。実習の時間。雨降りなので田んぼでの実習はやめ、代わりに先生が作った演劇の練習をしましょう。英語の時間。綴りの長い単語を言ってみてください。もっと長いのはありませんか？ Let's continue. いいえ、一番長い単語はこれ、スマイルズです。なんせ S と S との間が1マイルもあるんですからね。楽しい先生ね。まだまだ序の口っす。見で見で。温泉ね。先生は暇さえあればこうして生徒たちを連れて歩いたのさ。温泉に入ったり、岩手山へ登ったり、北上川へ泳ぎに行ったりもしたもんだ。楽しそう。賢治さんの教え方は本当に身につくものでした。生徒たちが賢治さんが作った歌を歌いながら野山を歩いていくと、賢治さんは実際に石や花、田んぼの稲を手に取っていろいろなことを教えてくれました。教室の中で教科書ばかり読んでいるより、自分たちが暮らしている土地を体で感じることが何よりも大切だと考えていたのね。賢治先生が教えた生徒さんの中には、今も元気な人がいて、先生のことをよく覚えてるんだぜ。君らは学校を卒業して関東関西に行って農業をやるわけじゃないと、ここの地方の農業をやるためにここの学校に入ったのだから、この地方のやる農業を覚える、それにはこの教科書は参考にならないから、私の言うことだけはちゃんと覚えていってもらいたいと、こういうわけ。ところで賢治先生には変わったところがあったんだな。はどんなふうに？生徒たちと一緒に歩いているね。するとふっと立ち止まるんだ。光や風からピピンと何かがひらめぐらしいんだ。それからが面白いんだ。よく見てろよ。あ、ああ、
地面に落ちると急いでポケットからメモ用紙を取り出して思いついたことをすんごい勢いで書きつけるんだ。みんなびっくりしたでしょうね。んだ。でも先生の姿があんまり真剣なんでね、誰も声をかけられなかったみたいだな。先生をやりながらもいっつも詩や童話のことが頭にあったんだない。DJ のコーナーのリクエストはセロ弾きのゴーシュさんのお友達こだぬきさんからです。ひかるちゃんこんにちは、いつも見ています。今日は僕の大好きなケンジさんが作った曲精神歌をお願いします。それでは宮沢ケンジ作精神歌。 And now here's today's request song。農学校に勤める3年目、ケンジさんは書き溜めた詩や童話を自分でお金を出して出版することにしました。詩集春と修羅です。タイトルも変わってるけど中身も変わってるの。ケンジさんは自分の作品を詩ではなく心のスケッチと呼び、科学や仏教の言葉をいっぱい使って全く新しい感覚の本を出したの。ひかるちゃん、童話の方も忘れないだけで、オラも登場する注文の多い料理店だじゃい。最初に私たちをびっくりさせたあのお話が載っている本ね。いよいよ書き溜めていたものがみんなに読まれる時は来たのね。まったくなのさ。あ、なんだなんだ、何事だってや。また出てきたわね。今日遅かったじゃない。余計なお世話さ。やいやいやいや、さっきから黙って聞いてたけどもう我慢ならねえ。誰が本出したって、本なんて売れなきゃ意味ねえんだよ。そうだろ、ケンジはな、2つの本を合わせて2000部も作ったんだけどほとんど売れなかったんだよ。注文の多い料理店聞いてあげれるぜ。注文なんてなかったんだよ。とにかくあまりにも売れないんで、ただでみんなに配っていたらしいぜ。おまけに友達への手紙で、誰かに見てもらいたいと愚かにも考えたのですなんて書いてあるんだ。あなたも本当に学がないのね。え、学？どこに目つけてんだ。学ならあるじゃねえか、オイラの周りに。違うわよ、その学じゃなくて学問の学。いい、よく聞きなさい。あんたそんな風に言うけど、ケンジさんの作品が今どのくらいの国で読まれているか知ってる？え、どういうことだよ。ご覧なさい。英語、ドイツ語、フランス語、スウェーデン語にヒンズー語、
世界10カ国以上の言葉に翻訳されているんだから。どう？参った？デビル語版を作ってあげようと思ったんだけど、あなた学がないからダメね。ちくしょう！こうなったら今からすぐオイラが翻訳してケンジの本をデビル語で出してみせるからな。待ってろよ。さて、大正15年、ケンジさんは30歳。この年、新しい生活を始めるのです。And now let's continue. 日が照って鳥が鳴き、あちこちの奈良の林も煙るとき、ギチギチとなる汚い手のひらを、俺はこれから持つことになる。大正15年、30歳のとき、ケンジさんは本当の農民になると言って4年間勤めた農学校を去りました。生徒には農村に残り立派な農民になってくださいと言っておきながら、桑も持たず教師のままでいる自分に耐えられなかったのです。ケンジさんは家族と別れ、町外れの一軒家に住み農業を始めました。幼い頃から目にしてきた農民たちの苦しみを分かち合いたいと思ったのです。先生は時間を節約するため、まんまは一度にたくさん大いでおいで井戸に吊り下げておくのす。お米のない時は畑から取ってきたトマトばっかり食べてだったな。日暮れになっても他のお百姓さんたちが畑で働いてる間は決して家に帰ろうとはしませんでした。農作業の傍ら、ケンジさんは近くのお百姓さんたちを集めて学校のようなものを開きました。自分が学んできた学問を本当の意味で役立てようと思ったのです。花巻の田んぼの土はどういう土か、どんな肥料をやったらいいのか、作物はどんな性質を持っているかなど、ケンジさんはお百姓さんたちに分かりやすく教えました。ヒカルちゃん、勉強ばかりじゃねかったんだよ。ケンジさんは自分で楽器を買い揃え、みんなと合奏したりレコード鑑賞会を開いたりしたのす。田畑を耕すだけでなく、たとえ農作業が苦しくても心を豊かにすることを忘れてはいけないと考えていたんだな。しかし、この頃も東北の農村では冷害や干ばつが続いていました。相変わらず娘の身売りは後を絶たず、家族が別れ別れになるという悲劇が起きていました。そんな中、ケンジさんはあちこちの田んぼを見回って農民たちの肥料の相談に乗りました。去年はどのくらいお米が取れましたか？この田んぼにはどんな肥料をいつやりましたか？もし天気がこのまま続いたら、この葉っぱはこうむしり取ってね。田んぼの土を手に取り、時には口に含んで、その田んぼに適した肥料のやり方を丁寧に指導しました。雨の日も風の日もケンジさんは田んぼを回り続け、ついに倒れてしまいます。結核という当時としては恐ろしい病気でした。ケンジさんは病気になって2年ぶりに実家に戻ることになりました。動物がかわいそうだからと肉や魚はほとんど食べません。体にいいからとカタツムリやコイの肝を食べさせようとすると、ケンジさんはそんなひどいことまでして病気を治そうとは思わないと悲しそうな顔をしました。ケンジさんは高熱に苦しみ血を吐きました。それでも病の床で童話を書き続けました。その時に書いたのがグスコーブドリの伝記です。グスコーブドリはイーハトーブ火山局の技師です。その仕事は冷害や干ばつを防ぐために火山を利用して雨や肥料を村々に降らせることでした。ブドリは身寄りがありません。
幼い時の大飢饉で両親や妹と生き別れになってしまったのです。ある年のこと、イーハ島部は6月になっても異常な寒さで大冷害の恐れがありました。ブドリは火山の島を爆発させて気温を上げ、冷害を防ごうと考えました。しかし火山を爆発させるためには誰か一人が島に残って爆発のスイッチを入れなければなりません。ブドリはその役目を自ら買って出ました。ブドリは爆発の仕掛けが完了するとみんなを島から返し、一人残って火山を爆発させました。ブドリの命と引き換えにイーハ島部は救われたのです。ケンジ先生がこれを書いたのは亡くなる前の年だったんだ。人のために生きるという先生の心持ちを最もよく描いたのがこのグスコーブドリの物語なのす。昭和8年9月、ケンジさんはほとんど歩くこともできないほど病気が悪くなっていました。町は秋祭りでにぎわい、ケンジさんの家の前にも神輿や伝統の獅子踊りが練り歩いてきます。ケンジさんは店先に座って大好きな獅子踊りを楽しみました。その夜、一人のお百姓さんが肥料の相談にやってきました。体は弱りきっていましたが、ケンジさんは嫌な顔一つせず板の間に座って丁寧に相談に乗ってあげました。9月21日、ケンジさんの部屋から高らかにお経を唱える声が聞こえてきました。みんなが驚いて行ってみると、ケンジさんの顔は青ざめ、容体は急変していました。午後1時30分、ケンジさんは家族に見守られて37歳の短い生涯を閉じたのです。岩手県はこの秋、大豊作を迎えました。亡くなった後、ケンジさん愛用のトランクの中から一冊の手帳が見つかりました。その中にメモのように一つの詩が書かれていました。雨にも負けず、風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち、欲はなく決して怒らず、いつも静かに笑っている。一日に玄米四合と味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感情に入れずによく見聞きし分かり、そして忘れず。野原の松の林の影の小さなかやぶきの小屋にいて、東に病気の子供あれば行って看病してやり、西に疲れた母あれば行ってその稲の束を追い、南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもいいと言い、北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言い、日照りの時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、みんなにデクノボーと呼ばれ、褒められもせず苦にもされず、そういうものに私はなりたい。雨にも負けずって私も聞いたことあるけど、こんなに深い意味があるなんて知らなかったわ。んだ、先生はあんなに立派に生きられた。でもまだ自分は人間ができてねえ、努力が足りねえと書いておられるんだよ。本当に最後まで自分に厳しい人だったのね。先生はな、は世界のみんなが幸せにならないうちは自分の幸せもありえないと言ってるんだ。今の日本は世界一豊かだなんて言われてるよね。でも世界には飢えてる人がいっぱいいるし、
戦争をやっている国だってある。ケンジ先生が生きておられたらなんて言われるかない。そうね、私も本当の幸せって何かって考えさせられちゃった。オラも山の中で人間様の世の中を目を凝らして見ているべや。だば冬支度もあるし、そろそろ帰るとするが。じゃあお嬢さん方も達者でな。山猫さんも元気でね。いつか遊びに行くわ。山猫さんさようなら。ヘバマンツさいなら。あれ、トランクの中に入っていっちゃった。ほんと、原稿用紙の中に書いてったのね。さて、今日の宮沢賢治さんいかがでしたか。皆さんからのお便りお待ちしています。宛先は、れいなちゃん。郵便番号 150-01 NHK 西田ひかるの通貨人間伝の係です。それじゃあ今日はこの辺で、バイバイ。次回はプロ野球初の300勝投手スタルヒンさんです。お楽しみに。